はいどうも、妖怪三国志国取り図今回もやっていきます。今回はね、妖怪超画者ね、キラコマと百鬼姫がね、来てるはずなんで、なんかパックからねやっていきましょう。早速無料もね来てるんで、先に無料引いちゃおうかな。というわけで、天仙楽のキラコマ孫作と百鬼姫、天聖百鬼姫大凶、今回も通常の妖怪画者と有料宝珠で弾ける超画者の2種類、超画者は60回で天聖、キラコマね一人で何でもできるもんって感じで、ハッピーウサピョンとどう違うのかな。注目打ち消しガードバリア、そして超加護なんだよね今回ね。はい、まあスーパースターって感じですね。力アップと超加護、力アップもあるっていう感じで、まあとにかくキラコマですね。私キラコマにとにかくね縁がないので、良い取り付く打ち消し 60% ダウンか。まあでもとにかくねこれも8ダウンなんだけど、キラコマ欲しいね。そしてね今回はね、まあ、今日はやんないけど60連で小生確定もね、ブルジョアジーとねハッピーウサピョンがいるんで、まあ、正直ハッピーウサピョンが、あ、自分に超加護注目、いいんだよね、同じだよね。これに力アップか。で、こっちは睡眠をばらまくって感じなんだよね。打ち消しガードがないから、そっか、一人で完結しないのか、こっちはね。こっちのキラコンは一人で打ち消しガード、あ、あれ打ち消しガードはないから、あ、打ち消しガードは必殺か。うん、だからやっぱりこっちも、打ち消しガードと誰かを組んでやった方がいいけど、必殺打ち消しガードか。久しぶりに来ましたね、必殺打ち消しガードね。これはね討伐戦とか今後あるんで、とりあえずまず無料やっちゃいます。そんで10連分やろうかな。まあいいや、メゾンド忘れで、今回は10連やろうかと思います。10連で小生以上1体確定ってなってるんで、はい、それはそれで楽しみにしましょう。ブルジョアジーはね、前衛の、うん、ブルジョアジーって感じですね力と攻撃速度アップで、はい、スコアタでよく見ましたね。はい、惜しいですね。これはゲットしたらどんどん強くしたいやつで、ハッピーウサピョンはねさっきの、キラコマと一緒で必殺がね、超睡眠になるタイプですね。いいね本当に。これだからねちょっとね、アイテムドロップ 60% か。サブアカはねこの前にチケット100連使っちゃったんだけど、メインアカのこっち残しといてよかったなって心から思います。でこっちはマイナス8のダウンということで、前のね滅粒子の吹雪姫と似たパターンなのかな、ダウン系でね。ただ打ち消しもあるしね、たたり、私まだうまく使いこなせないんですけど、たたりと、うん、開幕でねあるね。で命中クリティカル、そして超クリティカルあって、有利な種族へ取り付く延長か。結構うまく使える人には、あ、氷のダメージアップもあるね。ヒットポイント少ないほど揚力アップっていうちょっと難しいスキルもあるけど、うん、あの上手い人が使ったらすげえ強くなるんだろうなって感じで、揚力も多分ナンバーワンなんじゃないかな、全妖怪。どうなんでしょう、キラコマは前衛なんだねこれね。うん、前衛のキラコマか。命中クリティカル、施設ダメージアップ、なるほど、国取りで使えて、ぶつかりもあってダウン軽減があってって感じか。なるほどね、打ち消しガードをいきなり打てると、なんていうの、繰り返しか、必殺か。そうかそうかそうか、ウサピョン、ん、注目が入ってんじゃなくて、あれ、ハッピーウサピョンは超加護注目か。これ何、ハッピーウサピョンと組み合わせればいいのか。必殺注目か、こっちは。でも必殺で注目打っても超加護ないから、なんかあんまり意味なくねえか。どうなんでしょうこれ。ん、打ち消しガードは役に立つけど、超加護の塗り直しをできるのか、うまく使うとね。うん、だから二重超加護できるみたいな、あのぷよぷよみたいな感じかなあのストーンストーンって感じになるのかね。はい、まあまあまあ
これうまく使えたら気持ちいいんだろうね、きっと。あ、9枚しかない。一応ね、ランクアップとかね、結構到達で、ね、昇格とかでもね、超ガシャチケットもらえるし、あと到達でも結構もらえるのかなね。なんで少しね、ランクアップも頑張りつつね、やりましょう。まあ日数があるんでね、あれ確かだから到達いったはずなんだよね。凍結まだね500ぐらいかな。これゲットしてもまだかな。凍結はミッションがね、これがにあるから、うん、まあ明日には、今日の夜か明日ぐらいにゲットできないかな。はい、じゃあ10連いきましょう。ちょっと後でお知らせの方を見るか。まあでも何にせよね、これはでもあれだね、ほんと頭のいい人が使ったら大変なことになるね。うん、なんかやっぱ2段階的な感じなんだろうな。超ガシャハッピーウサピョンとうまく使うといいのかな。いや違うな、違うな。最初にやらせといて必殺打ってまた注目してね。これほんと楽しみですね。ちょっとうまく私はきっと使えないな。100キーウェイの方がね確率高い方になってます。ブルジョアさんが 1.8。 まあどっちにしろね、これは本当にね60連私はあのガシャチケットの方もやる予定です。さあ10連いきましょう。転生出てもいいよ。まあでもこれでもいいよね、どっちにしろ多分転生1体はゲットできるんだろうし。さあ調整は確定のはず。あれ、よいしょ、やった、いきなり来た。さあ調整確定で、うわすごい、これ一気に私強くなれるってパターンじゃないですか、これひょっとして。ブルジョア、いいね、なんて素敵なガシャ。ちょっとほんと私こんな簡単にブルジョアゲットできちゃっていいのかな。やった。そしてウサピョンも来い、ウサピョン。そうはうまくいかない。なるほど、なるほどね、甘くないけど、まあでもいいでしょう。百鬼姫か。プリッチの転生もいっぱいだよな。ちょっとキラコマゲットしてみたかったですけど、甘くないですね。ただ10連でね、小生2体転生ということで、でかいね、ブルジョアジーゲットできたの、本当にでかい。これでまた、スコアタでね、はい、少しまた一矢報えるのかなという感じがしますね。これはね、とつりたいので、うん、本当に、絆とかね、うん、こっちの方でもね、確か溜まるんですよ、あれが、マイルは同じ。なんで、こっちではね、すげえ、でもなんか今後何が出てくるのっていうのもあるから、全部回し切っちゃったらもったいないような気がするんだけど、まあでもこれ60連確実にちょっと日を改めて、うん、やりたいと思います。前回ね120連してね転生出なかった。うん、なんでこっちの貨車は結構厳しいかな。でも欲しかったなキラコマ。いやでも私はきっとうまく使えないわ。うん、まあでもいいんじゃないでしょうか。百鬼姫でもね、一応これで私転生がぴったり資産12でね、プリチーが多いね、吹雪姫と百鬼姫持ってるから、まあ今ねちょうどフクロウいるからフクロウにぶっ込むか、もしくは次のイベントでね結構特攻になったりするんじゃないかなと思ったりもしています。ただガシャの妖怪なんで、いきなり戦力ね1万に行くんで、また戦力1万の妖怪がね1体増えたっていう感じですかね。うん、なかなかね
のグレードマックスだけで、うん、1万ですね。はい、なんでちょっとサバカの方もね、引きたいと思ってるので、楽しみにしたいと思いますが、私ね、ほんとキラコマとか縁がないよね。未だに持ってないですね、小生キラコマ。多分揚力ナンバーワンなんじゃないかな。そうですね、百鬼姫が揚力全妖怪ナンバーワンと思われるかな。はい、プリチ多いね、転生ね。ジバニャもそうだけど、はい、そんな感じですね。ちょっと待って、まあでもいいんじゃないですかね。超クリティカルがやっぱり嬉しいかな。まあこれ、ね、普通なんだけどね。あとは何ですかね、不思議とニョロロンに特攻とか、あ、不思議じゃねえか、不気味とね、うすらかげ特攻とかあったらいいけど、まあ有利な種族取り付け延長とかがうまく使えればなのかな。回避も高いからね。うん、たたりもね、うまく使えたいと思います。絶世の美女と呼ばれた大凶の力が宿った百鬼姫、可愛らしい笑顔からは想像もできないほどの恐ろしい闇の妖術を自在に操る。そのギャップはまさに転生級。まあそうですね、一番口の悪い妖怪ですね。あれ、ウィスパーのことなんつってたっけすごいよね、あのなんとかなんとかなんとか、多分ねアニメで公開されてるよねうん、あのちょっと待ってね。で回避は、ああ回避はね4番目か。守りは、守りはこんな感じか。トポイントはそんなに高くないかな。うん、っていう感じですね。転生がとにかく中央ってすごいな、転生並みにすごいね。はい、という感じで、そうだね、今プニプニもね三国志コラボやってるんですけど、はい、ぜひね楽しめればなと思います。またプリチーか。でもプリチーだけで 1,2,3,4 体もいる。うん、はい、まあ私後天寺氏とね、あとスノーラビーがいないんだけど、なるほどね。ちょっと花子さんがほんとウケるんだけど、1485っていうね、ほんと下手こいたよな。あとはさっき言った洞穴ですね。洞穴が確かよいしょ、いやーキラコマゲットしてみたかったな。洞穴は これか、あと520ですね。これもまあ近い将来ゲットでしょう。そしてあと、そうだよ、これの方が嬉しいかもね。ブルジョアジー、ブルジョアジー、これがあるからちょっととつりたいからね、また回したいなと思っております。これで容器上昇がね、うん、でも今後も多分な、いい調整、まあ今回ね四天王寺が復刻したともあるけど、結構いい妖怪が復刻してるんでね。なんで、はい、今までのガシャ妖怪でよりすぐりの妖怪たちを選んでるんで、うん、これはちょっと使えるのね、楽しみにしたいと思います。アイテム 60% は3体かな、うん、ワルノリンとシュラヒゲとブルジョアジー甲虫だけかな。はい、それなんで、これもね打ち消しお払いがね便利だよね。使えるのもちょっと楽しみにしたいと思ってます。そして取り付くがね、そうなんだね、必殺を受けるたんびに発動できるっていうね、これも必殺打たれまくってね、はい、いやー楽しみですね。本当にいい買い物が、いい買い物っていうか、はい、いいガシャを経験することが、はい、できてよかったかなと思います。はい、じゃあ今回こんな感じです。皆さんどうだったですかね。キラコマは本当なんか、本当に妖怪三国志好きな人はこれをうまく使うのすごい好きだろうなっていう、なんか想像がつくような楽しい妖怪ですね。
はい、すいません。またお会いしましょう。さようなら。キラコマとか本当私来ないんだよね。